はい、皆さん、こんにちは、ピジマです。今回はですね、忍者カラーチェンジという、カラーチェンジの一つのご紹介をしたいと思います。こうやってですね、ピンって弾くと、カードが変わるっていうやつなんですが、これはほぼ実践向けではないカラーチェンジなんですが、普通に動画で撮るときに、一つのカラーチェンジとして入れたりとか、あとはこういうカラーチェンジもあるよという、一つの勉強として見ていただくといいかなと思います。ということで、ヘビツケを。はい、それではこちらから解説していきます。解説の何を見たら大体わかるカラーチェンジかなと思うんですが、例えばお客さんの選んだカードを変えたければトップに何かしらの方法でコントロールしてください。で、2回3、普通は1回なんですけど、2回3回と変える方法も一応あります。で、例えばハートのエースに変えたいときはトップにハートのエースを置いて、で、ボトムのカードを見せて、まだ手は空だということを示します。そして、この親指のここですね。ここを使ってトップのカードをこのように挟みます。挟むとこのように取れるんですが、このままだと丸見えなので、挟んだら人差し指と中指を閉じます。そして、この状況を作った後で、このように右に引き抜いてトランプは左の方向にずらしてトンとこのような感じで取ります。そしてフリーになっている左手の中指薬指にこのように配置します。ここまで配置したらあとは親指を離して人差し指だけでもカバーできるので中指もこのように広げても大丈夫です。そしてジェスチャーをして左手の中指薬指を使ってカードを倒します。倒すときにこの右手をパッとパーにして変えるエフェクトをつけてもいいかと思います。はい、ではもう一回いきます。お客さんの目線がこっち側だとして親指のこちらキンコーン、いいタイミングですな。もう一回いこう。はい、キンコンが終わりましたのでいきます。親指のですねこちらを使ってカードの右端ですねをこのように挟んで取ります。サムパームみたいな感じですね、コインでいう。そしてこうちょっと引き抜いたら中指と人差し指をくっつけてこのようにカードを隠してしまいます。こんな感じですね。そして右手だけの動きでいくとこうですね。で、左手の動きを合わせると、このような形。ちょんと。こういうジェスチャーをして、そして、このように変えるという感じでございます。はい、こちら側から見せるとこんな感じです。こちらを使って、挟むんですが、この時に、このままやると見えてしまうので、挟んだら、人差し指と中指を閉じます。そして、このまま引くとまたこれで見えてしまうので、引くときに右手をこのように、極端に言うとこのようにします。ここまで行くと見えちゃうので、引いたときにこの見えないところの角度で止めておいて、そして左手はこんな感じですね。そして、このように置きます。で、置き終わったら親指をフリーにして中指もこのように外すと、ちょうど人差し指のところに隠れるようになります。そしてこのような形でカードを変えます。こうですね。そしてこんな感じで変えるのが、忍者カラーチェンジになります。で、2回変える方法なんですが、2枚の下にこのようにブレークを作っておいて2枚カードを抜きます。で、抜き方は一緒です。このように抜いたら、この、今はジョーカーなんですが、ジョーカーをまず置いて、このように置いて、で、右手をちょっと離して、そうすると1枚だけ離れる状態になります。この状態で1回変えて、そして普通に置いてもう1回変えると。いうのを連続でやると、2回。忍者カラーチェンジで変えることが
できますが、まあ普通に1枚でも全然いいかなと思います。置いてシュインと離してパッと変えてパッと変えるみたいな。ただまあこのチェンジの方法で2回はあんまり変えないんですが、まあ練習してみてもいいかなと思います。滑るはシュインとシュイン、まあ、こんな感じでございます。まあ、本当に実践向きではないカラーチェンジなんですが、まあ、動画撮影の時に使ってもいいかなと思います。ということで、かなりざっくりな解説ですが、忍者カラーチェンジのご紹介でございました。ありがとうございます。シュイン、音がね、バイバイ。おい、3分割。まあ、カラーチェンジの一つをご紹介しようと思います。まあ、こういうやつですね。ピョン、わかんねえ、変わったのか。8から7に変わった。もう一回行こう。こういう偶然嫌ですな。まあ、こういうやつですね。こうして見えたんじゃね、今見えたね。もう一回やる。